Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズのレイニーです。洋楽で学ぶ虹の彼方、英語では虹の彼方を英語にすると over the rainbow.over には様々な意味があるんですけれども何々を超えてなどの意味があり、まあ、つまりは虹を超えてどこまでもどこまでもつまりは虹の彼方にということでミュージカル映画オズの魔法使いの over the rainbow ではこのように歌われています。 「会いに行く英会話スクールイングリッシュパートナーズ」で検索オンラインレッスンも始めました。